浜松の担当さんに行きました。初めて来ました。あ、初めてです。初めてです。昨日僕は南口店の方に行ったんです。あ、そうなんですね。鹿島支店はね、自分も初めて。めっちゃお店から近いです。ねえ、こんな近いとは。お姉さん、私と一緒においしょって言って始まりでございます。よろしいですか。はい、はい、それではジョッキをお持ちください。お兄さん、やらないとね。はい、お姉さん、おいしょね。はい、はい、それでは出世の杯をお願いいたします。やらないか。おいしょ。ありがとうございます。ますますのご活躍をお祈り申し上げます。本日はご来店ありがとうございます。お時間の許される限りごゆっくりしていってください。はい、あるのが遠州流でございます。ニンニク生姜薬味をたっぷりつけてお召し上がりください。美味しそう。高知のカツオの思い出す。本当。いやいやいや、なんか女の子が取り分けてくれてます。ちょっと変なことかもしれない。いやいや、いい感じに。大丈夫です。え、これ何、パイ、パイナップルが入ってる。あ、パイナップル。今日は、お店のクラブグリムね。クラブグリムの、はい、デミです。デミちゃん、そうです、デミちゃんです。昨日初めましてだもんね。そうそうそう、そうだよね。昨日初めまして。実は前回まで浜松で同伴してたももちゃんっていう子に紹介されて、ありがとう、デミちゃんに会いに来たんです。ありがとうございます。めちゃめちゃ美人さんで。いやいやいや、ありがとうございます。昨日インスタ見て発見したんですけど、なんかキャバクラサイトのポケパラで全国1位に取りました。はい、1回だけ。2年ぐらい前。2年ぐらい前ですね。おお、すごいですね。頑張りました。その時は皆さんのおかげです。そんな有名な方とは全然知らない。いや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 、まだまだ。僕なんかのために今日お付き合いして、ありがとうございます。誘ってくれて。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。浜松ホルダーに行くと隣、今は全然もう地元でいいかなっていう感じ。男前ハイボール。梅さんは美味しいですか。めっちゃ美味しいです、これ。もう梅が大好きなんで、もう必死ですね。いくつか質問大丈夫ですかね。はい。出身は地元ですか。浜松です。あ、はい、じゃあ思いっきり地元です。思いっきり。いや、いいですね、地元の子は。うん、夜のお仕事、キャリアはどのくらいですか。何年。4年目ですね。4年目。そうです、20歳の時から始めてるんで、はい、ちょうど4年目ぐらいですね。じゃあ今のお店だけ。そうです、夜だけです。これはまた他の例えば、うん、
浜松だと名古屋が近いから名古屋の錦に行こうとは。錦は、はい、なんか浜松が好きすぎて、あ、今のところは移動とかを考え全く考えてなかった。めちゃめちゃ地元を愛するいい子ですね。はい、もう浜松から出たくないです。浜松餃子はやっぱり頼まなきゃ。潰します。女の子3杯目です。これ美味しい、めっちゃハマりました。あ、梅干し、梅干しのハイボール。あと、そうですね、じゃあ 理想の男性のタイプ。理想の男性のタイプは、はい、浮気しない人、はい、尊敬できる人、はい、で、面白い人、はい、がいいかな。あ、じゃあその3つの中で僕は1つぐらいしか当てはまってないです。え、なんでそうなの。え、浮気するの。浮気、いや、浮気はしませんね。あ、それが1つ当てはまってない。そうですね。こちらのどうぞご利用ください。これ円周焼きそば。おいしそう。めちゃめちゃボリュームあるね。ロックと梅酒ロックです。あ、梅酒ロックじゃないよ。梅酒サワー。あの女の子が飲んでるのに僕も飲みたくなっちゃいます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今からお店に向かいます。本当美味しかったです。なんかめちゃめちゃ高級そうな入り口です。はい、いただきます。乾杯。ありがとう。お店に行きました。ありがとうございます。いただきます。お店に来ました。ありがとうございます。浜松のクラブグリム。グリムへようこそ。ナンバーワンのレミちゃん。ありがとうございます。ぜひ皆さんご指名お願いします。お待ちしてます。浜松に来たらグリムのレミちゃん。ありがとうございます。はい、2杯目です。いただきます。乾杯。さっきちらっと聞いたんですけど、なんか、はい、最近夏で暑くなった虫が出る、はい、虫は苦手ですか。もうすっごい苦手です。もう誰よりも苦手な自信あります。誰よりも苦手。マジ嫌い。あのメンヘラのお客さんよりも苦手。あ、もう無理です。無理です。メンヘラのお客さんか、はい、虫かだったら、はい、虫の方が苦手です。虫の方が苦手。それだけ、それだけは、まあ、あの皆さん、メンヘラのお客さんでも虫には勝てますよ。ぜひぜひよろしくお願いします。あとこれが皆さんに聞いてることなんですけど、まあ NG だったら構わないんですけど、タップ数とかって聞いても大丈夫ですか。タップ数、私見るからに全然なくて、はい、多分持って C です。持って C? 持って C です。まあ、C はまあ高額ラインになりました、ね、大丈夫です。めっちゃ持ってます。すいません、先で。でもまあスタイルは抜群なんで、ダイエット頑張ってます。ダイエット。あ、まあ僕もダイエットしたいんですけど。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。ぜひ。なんかサウナとサウナと水泳、はい、水泳、はい、水泳通ってます最近。でもあの水泳通っていてもめちゃめちゃお酒が好きだから。お酒飲んじゃいますね。さっきご飯屋さん、タントさんに行った時、はい、めちゃめちゃ飲む。3杯飲んじゃいました、同伴で。あの今も基本、あの中身はおっさんの。最近聞く。これダイエットの意味あるんですか。でもまあ最近
今までその運動してなかったんですけど、はい、水泳は有酸素運動に最適って聞いたんで、はい、水泳を週1、はい、2くらいで通うようにはしてます。はい、いや次に会う時が楽しみにしてます。あもうめちゃめちゃ遅くなってるんで期待しといてください。期待してきます。はいお願いします。お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。楽しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。浜松の楽しい夜を過ごせました。またお待ちしてます。お待ちしてます。また来ます。ごちそうさまです。ヘアブリンドよろしくお願いします。ありがとうございます。